こんにちは、ようこです。今日は7月の31日の金曜日になります。皆様いかがお過ごしでしょうか。私の住むこのドイツのドルトムント市なんですけれども、今日は朝からねよく晴れています。で現在10時の時点で気温が23度で、まあ、天気予報によりますと30以上になるということでね、本当暑くなりそうなんですね。でそういうこともあって急遽ちょっとね涼しいところ、まあね水のあるところ、自然の多いところに行きたいなということで、まあ、旅行に行くことにしました。もう急にね決めたんですけれども、で行き先なんですけれども、ノルゾジー北海っていうところなんですね。でこのドルトムント市から270km 先にありまして、で海があって、まあ、海辺を散歩したり、またね海水浴を楽しんだり、またねお魚も食べられるというね観光地なんですね。でこの時期なんですけれども、多くの人がねどうもそこの場所にね訪れるということで、で今回私ね行くのはね初めてなんですね。ですからね、まあ、どういったところかね、まあ、すごく楽しみなんですけれども、で日程なんですけれども、現在ね夫がまだ仕事をしていて、まあ、12時まで仕事して、まあ、13時、まあ、お昼からまあ出発して、で、まあ、夕方に到着するっていう形なんですね。で滞在が金曜日、土曜日、日曜日ということで、まあ、3泊4日で、月曜日の朝に、まあ、ドルトムントに向かって、まあ、帰ってきて、まあ、お昼から、まあ、夫は仕事に戻るっていう予定なんですね。ですから、まあ、3泊4日の旅になるんですけれども、で、まあ、今ねこの新型コロナウイルス感染症が拡大しているドイツなんですけれども、まあ、現地でのね、まあ、様子や、またね人々の様子、またねこの新型コロナウイルス感染症拡大ね抑止のためにねどういう対策が取られているのか、まあそういったね状況を現地からねお伝えしたいと思います。まあ私もね感染予防ねしっかりしたいと思います。まあ今回は前回ね旅行行った先、まあスタインフーダーメアっていうところでは、まあ、電車を利用したんですけれども、この時期は本当旅行シーズンで多くの人がまあね電車とか自動車を使って、まあ、旅行に行かれるんですけれども、今日なんかはねもう金曜日のね、まあ、夕方からはねすごくね電車が混み合うことも考えられますので、でそうなるとねやはりね感染しやすい状況ですから、今回の旅行は車で旅行したいと思っています。でまあもちろん、まあ、行った先だけでも、まあ、人々とのね距離を取りながら、まあ、しっかりね感染予防して楽しみたいと思います。まあ、現地でもねこのマスクとねこのアルコール消毒剤をしっかりね使って感染予防に努めたいと思います。それでは後ほど。あれ、そっけ。じゃこれからねいよいよ出発したいと思います。今ね自宅を出たところ で現在ね1時過ぎなんですけども、これからノルドジーに向かって走りたいと思います。約ね270キロ、車でしたら3、4時間かかるようなんですけども、まあ、ひょっとしてね混んでいたらねもう少し時間かかるかもしれないんですけども、今からねノルドジーに向かって走りたいと思います。
glaube, weißt du, worüber kein Balkon haben? Hm? Balkon fühlt einen Tag tiefer. Ja, richtig. Ach so. じゃあさ、ここはい、現在私は、ノルトジーエムデンという町にいます。まあ、ドルトムントから、それほどね、混んでいなかったので、3時間ほどで着くことができました。で、ホテルで、まあ、荷物を置いて、今、ホテルの裏側にあるね、この海沿いをずっとね、ちょっと歩いてみたいと思います。ドテレフ？シーフ？ウンドレストラント？エムズ。Hallo. Was haben wir angerufen? Da draußen wird uns genau so ist es. のね、匂いがしますね。Ja, Luft salzt sich hier, mehr. Ja. Und ich denke mal, wir gucken uns das mal an. Ja. Also, ja. Weil gleich kommt bestimmt ein Schiff und dann geht die Brücke auf. Ah, okay. なんか船が来たら、前方にある橋がね、こっとぐっとね、上がるようですね。船が通れるように。We are in Bishin, Kobe. What think is it? Yeah, it's the end. Yeah. Half in. Yeah. Weekly? もうここはね、港町で、たくさんのね、船とかコンテナーがありますね。なんかちょっとね、神戸っぽいですね。いや。
この辺りはエムデンの中心地になります。現在、夜の7時過ぎなんですけれども、今から食事に行きたいと思います。あのね、お魚が食べれるっていうことなので、あのフィッシュレストランに来たんですけれども、あの入ってみたいと思います。レストラン利用時にはこのように、連絡先を、書くように義務付けられています。ミラベル、アンデアン、ヒア、サンクドーン、リクエア、サンクドーン、リクエア、あとはオランジン、フルーツ、ね、ダウンゴヤ、そうそう、そしてオイルね、オリーブオイル、カインアルコール、アバオクカーボンハイドレッツ。お魚の盛り合わせを、ね、注文したので、今から、ね、いただきたいと思います。Möchtest du das haben oder ich nehme nur mal das? Nimmst du den Salat einfach? Ah ja, ja richtig, ja. Aus dem Hafenbecken, also aus dem Hafenbecken. Wovon? Aus dem Wasser. So, möchtest du das essen? Ah, halt. Brokkoli? Nein, Cauliflower. Ja.So, Joko, möchtest du das hier essen? Ja. Eine Kirche, ja. Das ist das. Aber das ist schade. Vielleicht. Ich weiß nicht. Ich nehme sie mal eine Schorle. Das ist vielleicht Lachs, ja. Oder? I don't know.
ね、いただきたいと思います。カレーのようなんですね、これね。美味しいです。カレーですね。カレーをあのムニエルにしたものですね。美味しいです。レッカ、出す人はどうって出てるの？シリンプ、なんか小エビの、あのこのソースをかけて食べたいと思います。出す人はシリンプ、なあ、すごくね、新鮮で、お魚の臭みがなくて、さっぱりしてます。カリーの味、レッカーです、うん、美味しい、フレッシュ、こちらがね、サーモンになります。うん、油がよく乗っていてね、美味しいですよ。Gut, Joko. Kann man gut essen. Guter Fisch. Gut Fisch. Gut, du gehst auch vorher, der Telefon. Und wie schmeckt das? Das schmeckt sehr stark nach Tee. Sehr stark nach Tee. Ja, gut. Lecker? Ja, lecker. Mm. Ja. では、お茶をね、いただきたいと思います。
すごいね、お茶の匂いがいい香りがします。